ハムファン集合。うおおお、よかおめ、多かったやん。やっと勝てた。いつぶりの1点差勝利だろうか。まああんなのでも決勝点取れるだけ上向きだわ。おつ、久しぶりに泣いたわ。くっそ嬉しい。やっと止まったか。あんまり実感わかんな。ようやくスクイズの呪いから解放された。発動でようやく連敗脱出なのは本当に戦力がないのが痛感される。意外と喜んでるハムファン結構おるやん。ワイはもう無や。昨日まで無だったけど勝てるとやっぱ嬉しいわ。勝ち投手池田、勝ち池田隆秀で田中誠義、ジャスティス用抑えたな。心情嬉しそうだったな。采配歩き出せ。やっぱ20連敗って死なんだわ。毎回思うけど18連敗ってどうやったんだマジで。黎明期の球団でも18連敗は到達してないこと考えるとマジで何かの力働かないと無理やで。新庄の調子ぶっこくコメント楽しみやな。新庄と郷が何ダメだったのは見えた。勝ってよかったと思う気持ちもあるが、ただ弱いだけの虚無チームになって思んないという気持ちもある。糸端健生師、烏帽子走塁ミス池田同点被弾。ここまで3つ重なって勝てたのが奇跡。野村の絵打ち切りの勝ちやね。